はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい。さあ、今日紹介するデッキはこちらです。はい、白赤緑の置物デッキということで、はい、基本的にエンチャントやらアーティファクトを置いていくと、まあ、特に永眼城の修繕であったり、婚礼の発表、鏡割りの偶話、まあ、こういうアドのね、強いやつ置きながら、最終的には給付金と、密造主屋の、隠し財産、こいつ並べてトークン出して、殴っていくというデッキですね。まあ、この辺の発表あれば、11のトークンがね、2233になっていくんで、まあ、そいつらで殴っていくと。で、まあ、最後は、消耗戦になった時は、目覚ましい修復術で、まあ、いろいろボーンと戻してきて、はい、一気に押し勝つという感じのデッキですね。さあ、それでは早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、対戦相手先行。先に虐殺事件がセットされたか。さあ、自然主義者。さあ、無事に回ってきたけども、さあ、ソリンか。23の壁結構硬いな。お、普通にカード引いてくるか。よっぽどハンドが悪いんかな。このターンではやられんということでしょうか。しまった。給付金出せんか。めちゃくちゃピンチやん。厳しいな。さあ、アタック。
ターン終了で、カード2枚引く。ディボルトをどうしたものか。お、カード引いてきたか。ミンサー強いね。突破ができないな。どうする。まあそれでも殴っていくしかないか。自然主義者に霊岩城の修繕。さあ刺激の牙。なかなか突破が難しいね。さあ相棒拾ってくる。アタック。なかなか落としきれないですね。マスコット展示会来るんかな。あ、来ましたね。それであれば、はい、さあこっからこっから。めっちゃきついよな、この2ドロー。おお、ソリンにエシカの戦車。きっつ。まあ突破できんな、これなかなか。殴ってくるか。
スアタック。さあ噛みつく相棒。向こう雪上の結婚入ってるでしょうし、そこら辺も踏まえて、このクリーチャーで押し切ってくる作戦ですかね。サブロック。ティボルトですか。てるクリーチャー2体だけか。地上の結婚気にしながら戦うの結構戦いにくいね。さあこれで叩くとして、これ全員殴った？さあアタック。さあターン終了。
さあでもあるならもう打たんとダメでしょうね、雪上の結婚。おー、虐殺 X6。 はい、そっちの方が楽な気もするけど、どうだろうね。めっちゃ回復されるけど、手札ためながら盤面だけで戦っていきたいね。さあ給付金でトークン並べて、とりあえず殴ろう。さあアタック。さあ目覚ましい修復です。で土地出してターン終了。ここで雪上の結婚が飛んでくる。ライフ回復しすぎやろ。あ、宝物トークン並べてクリーチャー化していこう。これもう本体行きたいけどね。ロルスやってった方がいいんかな。ターンもらいます。のカード1枚捨てる。回復考えるとここか。カード2枚捨てる。1枚、2枚。ん？はい、2枚捨てます。出す必要あるか。エシカやめとくか。
ターン終了。またティボルト来ましたね。そこを潰しに来たか、まあ、このターンが勝負ですね。これで OK です。さあロリスが来た。これはもう勝ったか、押し勝てるか。全部クリーチャー化していきます。さあターンもらいます。さあ本体にフルパンで、はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあ刺激の牙出してターン終了。さあ噛みつく相棒を出して、さあダック。さあ殴っていきましょう。さあカティルダ、吸血鬼デッキか。本例の発表、2体でアタック。
さあカードを引く。さあ給付金。噛みつく相棒も出しましょう。で殴っていく。ターン終了。ターンもらいます。さあ鏡割りのグーワを出して、もうこれは殴れか。2体で殴ってドローしに行こうか。してこない。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。白赤緑の置物デッキということで、消耗戦で、いい感じで戦えたのが良かったですね。黒の氷雪デッキ、まあ、かなりしんどい戦いでしたけど、目覚ましい修復術も良かったですけど、やっぱこの隠し財産と給付金並んでる状態だと、消耗戦の時はやっぱ強いですね。もう無条件で土地の枚数ね、トークン出てくるんで。はい。まあそんな感じで、置物好きな方はぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。